2個。すごいよ。こんにちは。明けましておめでとうございます。高橋かりんです。やっぱ3個以上入れるとこう食べてる間に硬くなる。でも1個だとすぐ食べ終わって次を取りに行くのがめんどくさいから、2個がちょうどいいです。はい、この番組は高橋かりんのすごいよレベルを上げていくことで美味しい思いをみんなで共有していくレベルアップバラエティです。レベルが上がると様々なアイテムが手に入ったり、特別なイベントが実施されたりと美味しいことが起こっていきます。ちなみにすごいよかりんちゃんツイッターのフォロワー数が100増えるごとにレベルアップします。この収録時のレベルはこちらです。はい、そして現在確定している美味しいことはレベル280で2週連続ゲスト調整となっております。みんなの力を私にくれ。はい、ということでいきましょう。すごいよかりんちゃん、今回もよろしく。すごいよかりんちゃん。改めまして、明けましておめでとうございます。高橋かりんです。出席。さあ、2024年の初回は2023年のすごいよかりんちゃんを振り返る総集編になります。まずは私のしてきた数々のチャレンジをご覧いただきます。なんかいろいろやりました。スゴン作ったりとか、なんか猫ちゃん描いたりとか、私的にはフラフープいっぱいできたことがとても思い出深いです。はい、ということで皆さん見ていただきましょう。それではどうぞ。すごいよかりんちゃん。猫の絵何個描けるかな。はい、明日2月22日は猫の日です。そんなことにちなんでホワイトボードに猫の絵を何個描けるかチャレンジします。1分間に猫の絵を描き、1個10個描けたらレベル1アップ、20個描けたらレベル2アップとなります。1分経ったところで何個描けたかを確認します。基本顔が描いてあれば OK ですが、これは猫じゃないだろうと判断したものはノーカウントとなります。では始めていきたいと思いますが、これが基準となる猫です。はい、シャベが描いてくれました。こちらの猫ちゃんみたいな猫ちゃんをいっぱい描くということで、では制限時間1分間で描けるかね。はい、描けそうですね。1分間ですよ。では参ります。よーいどん。では、まず数を数えていきますか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15ということで、一応15匹完成しました。わー、では、ここからはですね、なんか判断です。います？猫じゃないやつ。じゃあ1個ずつ丸々。はいはい、こちらの猫ちゃん丸丸。怪しい。とりあえず参加ここにしとけ。こいつはいや、横がこういうこっち向いてる。あ、はい。ちょっとネズミじゃん。え、そうですか。こっち尖ってますよ。右の耳が。じゃあバス。はい。まあまあまあ。これ猫ですね。これはこれは。ちょっと耳が。個性でしょ。個性個性。バツかバツか。これはこれ丸丸丸丸ですよね。これは。ブサイクかな。これぐらいなら。あ、まめちゃまるまる。まあまあまあま
バツですか。あ、バツですか。細長い。雫みたいな。ほらほら、あの現れた時の猫。言ってる。でも確かに伸びることあるから、うん、まあ、じゃあ丸でしょ。おー。ということは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。お !11 個ですよ。やった。ということで今回はレベル1アップでーす。すごいよ。生み出そう新パンダー、イエーイ。ということで長年テーブルにいてくれているパンダたち、正直かなり傷んできています。そろそろお手入れ、入れ替えも必要かもしれません。そこで今回は誕生日会に引っ掛けて新しいパンダを生み出そうと思います。以前のように紙粘土で新たなパンダを作り、スタジオに仲間入りさせます。できたところでちゃんとパンダの形になってるかスタッフが判定します。なお紙粘土なのですぐには完成できません。色塗りは後日行います。だって。よし、それではやっていきましょう。もうちょっと硬くなってしまった紙粘土に水を含ませて練っていきます。はい。やっぱね、パンダって素晴らしい生き物ですよね。いつ見ても癒されますね。最近私のインスタの検索欄がもう動物、癒しの動物ばかりになってきてますね。なんかポメラニアとか。でも今までこのだるま型のパンダばっかりだったけど、別にそうじゃなくてもいいかもしれないよね。ニューパンダだし。なんかパンダみたい、毛羽立ってて。こうして、いいんじゃないですか。なんかこうタレパンダみたいな。パンダパン。お時間です。はい。ということでパンダできました。じゃあパン、ちゃんとパンダっぽくなっているか判定をお願いします。せーの、全員丸。やったー。はい、ということで今回は成功です。レベル1アップ。以上、身につけろすごいことでした。すごいよ。はい、アフタートークです。今日は、この残った紙粘土でさらにこう巣群を作っていきたいと思います。でもちょっともう紙粘土がかなりカピカピになっている状態ですので、水をつけて巣群を完成させていきたいと思います。 ASMR やん。ぬちゃぬちゃーつって。まだね、これはね、水が足りない感じ。はい、巣群を今画像を出してもらっているんですが、ちょっと難しそうですね。まずこの紙粘土をさ、練れる状態に粘土が固まりすぎちゃって、もう丸になるのかな、これ。すごいボコボコなんだけど。
今スゴンの唇を作ってます。ちょっと出てる。わからないか。なんかスゴンの偽物みたい。で、耳。あれは耳なの？だから一旦接着しといて、もし外れちゃったら接着剤でつけるのがいいかも。お、ちょっと近づいてきたんじゃないですか。シルエットは割とスゴン。結構スゴンになってきた。よし、あとリボンつければ完成だ。本当に完成なの？いいんじゃない？どうですか？いや見て、背中やばいんだけど。もうちょっと滑らかにはしたいんだけど、でも結構ね、後ろカピカピなんだよな。穴開いてるし、埋めとこう。いいんじゃないですか、これで。スゴンです。わーい、完成。すごいよ。回せよ回せ、フラフープ。はい、お知らせしている通り、12月のセカンドショットクリスマスパーティ、来年1月のセカンドショットフェスで私が MC を務めさせていただきます。 MC の役割はイベントを回すこと。回すといえばフラフープということで、フラフープにチャレンジします。最近達成した番組6周年にちなんで、6周できたらクリア、レベル1アップとなります。もしあっさりクリアできたら倍の12周にチャレンジ、さらに1レベルアップとなります。ということで、行ってみましょう。フラフープチャレンジしていきたいと思います。ちょっと邪魔だから、このチャックを閉めました。さあ、いけるか。私やったの小学校以来。いきます。いけた、やったー、レベル1アップです。イエーイ。はい、では続いて12周にチャレンジしたいんですが、ちょっとマジこのモコモコ無理だと思う。これ脱ぐわ。これ着てたら絶対できないって。一回、あ、じゃあ一回パンダだけ取るね。そんなすぐに簡単にしちゃって終わっちゃったらつまんないから。さあ、では12周チャレンジ、ドン。7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 できた。やったー。はい、ということで今日はあっさりレベル2アップです。18周やってみる。レベル上がんないけどね、上がんないけどやってみましょう。さあ、結構疲れんな。いきます、ドン。
重視ぐらい、これ脱いだらいけるかな。よいしょ。黄色くて私消えてない。行ってみよう。ドン。いかがだったでしょうか。思い出深いってついこの間じゃん、フラフープって言われちゃいました。でもやっぱ私いつもチャレンジ結構苦手だったりとか、すごいできない時あるじゃん。羽つきとかもあんまいっぱいはできない。そう思うとフラフープはめっちゃできたから、ちょっとやっぱ調子に乗っちゃって。はい、楽しかったですね。続いては2023年のマッカートさんの特集です。マッカートさん自身、党員集会に出たりですね、学園祭に呼ばれたり、大忙しの1年でした。マッカートさんは本放送で流してもらえなかったという回もありますので、はい、時間の問題でですね、流せなかったという回もありますので、皆さんの蔵出しマッカートもあると思います。ぜひ楽しんでください。それでは、どうぞ。すごいよ。マッカートさん、こんばんは。こんばんは。マッカートさんってパソコンとか使ったりします？はい、使いますよ。家でデスクトップとかノートとかどういうタイプ使います？最近はね、デスクトップだけなんだけど、昔間違えた。最近はノートパソコンだけなんだけど、はい、昔はデスクトップ使ってた。でも確かに今そんなにお家にデスクトップある方ってそうね、そんなにないかもしれないですね。ノートの方が気軽というか、なんかさ、デスクトップってさ、結構さ、何年かごとにさ、はいはいはい、OS をさ、こう変えたりしたりしなきゃいけなくなっちゃうじゃん。更新みたいなのありますもんね。そう、あれがね、めんどくさかったね。ああ、そうですね。あれ結構大変なんだよね。なんか何やられるんですか？ゲームとかやられます？デスクトップでですか？まあ、パソコンで。パソコンで？おー、なんか音楽編集とか？おー。わかんない。つなげる。さすが。ミュージシャンらしいところも。ミュージシャンなんで。出ている。ええ。もう疑ってました。若田さんのこと。ミュージシャンと言いつつ、そういうことできないと思ってました。できますよ。1番からいきなり2番に飛ばしたりしますから。すごい。編集している。編集したりしますね。意外と使い手というか、メカには強い方なんですね。メカには強いですね。コマンドプロトコルを開いて、設定を変えたりしますね。いや、それ情報系のあれだとやったりしますけど、それやる必要あります？でもたまにパソコンがバグった時に、ね、はいはいはい、そこが必要になったりするんですね。意外とメカの知識は強いですね。そうですね。まあ、そんなパソコンに関するお便りが届いているんですけど、はい、イザボーさん、はい、マカトさん、こんばんは。こんばんは。最近デスクトップパソコンの掃除をしていたのですが、ケースを開けていろいろと部品を外し、掃除を終わらせ元に戻そうとしたところ、なんとネジが1本余ってしまいました。あ、最悪ですね。その時面倒になってそのまま終わらせてしまったのですが、多分次に開ける時にはネジのこともどこのネジだったかも忘れてる気しかしません。はい、私は今すぐデスクトップを開けてネジを戻すべきでしょうか。うん、だそうです。伊沢坊さん、行ってみましょう。ネジ忘れた伊沢坊さんに一言言いたいんだ。終わったわ。一言言わずに終わりました。はい、はい、ということで、あれ解説の方、はい、このままにしておくと終わるよっていうことです。まあでしょうね。うん、だから今覚えてるうちに開けてネジをしまうことを推奨します。ちなみにこの伊沢坊さんのお便りちょっと前にいただいたやつあるんで、あ、もうじゃあ終わってるかもしれない。もう忘れてるかもしれないですね。ああ、最悪だね。もし次そういうことがあったら、はい、すぐに開けて直す、はい、もしくは書いといて、まあ、そうですよね、パウチのやつに入れといて、
あの裏に貼っとけばいいんだよ。これは多分おそらくどこのネジみたいな。そう、どこのネジ、ここのネジ貼っとくのがいいです。そしたらなくさないんでね、はい、どっか別のとこしまっとくと大体なくして、はい、で忘れた頃にそのネジだけが出てきて、このネジは一体何のネジなんだろうっていうのやるのでね、ちょっと取り返しつかないですもんね。そう、取り返しつかない。あの基本なんか部品、パソコンの部品は見つけたら、はい、パソコンに貼っとくっていうのが、ね、パスワード的にはおすすめです。なんかパソコンに限らないんですけど、家具とかも組み立てたら、あれネジ余るとかありますよね。わかる。あとさ、あの、はい、六角レンチがついてるさ、はい、家具とかのやつあるじゃん、はい、机とか、あれの六角レンチも解体するとき絶対必要なのにさ、あのなくしちゃうから、絶対にマックアートは裏側に貼ってんもん、あの養生テープとかで。賢いですね。そう、そうすると忘れないっていう。いやでもあのまあ要は1個じゃなくて、家具買うたびに六角レンチとかついてきたりしません？しますね。あれ六角レンチ余っちゃうのちょっとなんか気になりません？確かに。でもサイズ違う時ないですか？そうなんです。微妙に違う六角レンチ。シャーレ、その増えるのが嫌いだから、もういっそのこと捨てちゃいますね。ネジも、ネジも多分余分についてるんですよね。ついてる。だからあのもう思い切って捨てちゃいます。シャツの買った時のボタンとかも。でもなんかの時に必要になったりするじゃん。いやもうその時はもうその時。その時に買う。諦めだったり買ったりとか。ああ。じゃあイザボーさんはもう諦めるってことで。いいでしょうか。あそこは諦めるの怖くないですか。あそこはじゃあ頑張って。あそこ頑張って、さっきのマットコさんの言った。貼っとく方の方がいいと思うんですよね。じゃあ貼っといてもらって。家具とかなら精密機械じゃないから、確かにね、別にあの、まあ、使いようによってはガムテープで無理やり貼ったりとかもできるんで。ああ。パソコンはそうはいかないじゃないですか。それはそう。パソコンはもうどうにもできませんからね。家具はじゃあ六角レンチャー捨ててもらう、ネジは取っといてもらうで。じゃあ伊沢さん、そのように試してみてください。まだ間に合いますか？まだ助かりますか？まだ助かりますか？それもまたあなたの幸せにつながりますように。すごいよ！マカズさん、こんばんは。こんばんは。マカズさんって写真とか撮られ慣れてます？撮られ慣れてない。でもなんかアーティストの、まあプロマイドじゃないですけど、そうだね、パンフレットみたいなので。そうだね。そのマッカートさんとしての決めポーズみたいなのってあります？これ待っちゃったよ。これ無じゃないですか。無のポーズ。あとなんかこういう時なかった？あ、 T シャツになったやつありますね。なんかね、こういうやつ。だいたいあのシンガーソングライター、あのこうあぐらかいてこうやってこれシンガーソングライターポーズだから。そう、シンガーソングライターあるあるみたいな。あるある、これです。まあそんな真っ赤さんとかは写真ね、撮られ慣れてると思うんですけど、うん、なんか一般の人ってやっぱそうじゃないんですよね。ああ。ちょっと写真撮られてるだけでも緊張しちゃうんですけど。確かに。まあそういったお悩みがちょっと届いてるんで読みますね。はい。問いネームうまうまさん。はい。マカトさん、こんばんは。こんばんは。職場の来年度のパンフレットに自分の働いてる様子が掲載されることになりました。お。当番制なので仕方ないですが、生きるの難しい。違う番組じゃね。普段闇に隠れて生きているので、存在感を薄めて掲載されたいのですが、何かお知恵をお貸しください。はい。そうです。大山さん、目立ちたくないですかね。目立ちたくないんだね。じゃあパンフレットでしたっけ？パンフレットはそうです。パンフレットに載っちゃううまうまさんに一言言いたいんだ。弾けた笑顔で乗りましょう。元気。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。弾けた笑顔で乗りましょうとのことで、はい、あのマッカートは、はい、何度か聞いている場合、はい、このリスナーの個人情報を把握している把握しているんですが、はい、あのうまうまさんの場合はですね、はい、あの今後検索されたら出てくる可能性があると思いますので、あのちゃんと残ってデジタルタトゥーになってもいい写真を撮りましょう。あ、なるほど。え、逆にそういう影を薄めないで、そうこの写真いいなって言われるぐらいの、 それがいいと思う。あ、確かにそうです、ね、絶対出てきちゃうから、うん、そうなんですか。はい、ちょっと後で教えますね。ちょっと大丈夫ですよ。個人情報は必ず守ります。守りますので、あの
楽しむ、我々が楽しむだけなので。でもなかなかね、そういう、まあ、当番制とはいえどパンフレットに載る機会なんてないから、逆に楽しんだ方が良さそうですけどね。いいと思います。やっぱね、後で自分も見た時に、あ、この時こうだったなってなるしね、なんか、はい、あと職業のいろいろ皆さん、はい、全人類に、はい、の話ですけど、職業パンフレットとかなんかそういうので載るとさ、やっぱ家族とか親戚が喜ぶじゃん。あ、まあ、そうですね。お仕事してる姿って普段見ることないから。だからやっぱそういう時にもなんか、あの、あら、これうちのなんとかじゃねーみたいな感じになった時に、ママ、そう、喜んでもらえるようにあの素敵な写真を撮るっていうのがいいと思う。いいですね、うん、じゃあ弾ける笑顔もそうですけど、まあ、ご職業聞いてないんですけど、ポーズとかしていいんですかね。ポーズなんだろうね、まあ、ピースはダメでしょうけど。いやでもなんかちゃんとしたやつじゃない。まあそっか、こういうやつ。我々が働いています。働いています。代表、代表とかなんか役職、ね、うまうまみたいな感じですかね、うん、職業によってはなんかわかんない、こう何かをこう作ってる、こうイメージありますよね、みたいなとかさ、ラーメン屋さんだとこういう。なんでラーメン屋さんのアーシャっていうか、みんな腕組んでるんですかね。やっぱ腕力がないと湯切りが上手にできないからさ。それはあるかも。湯切りってことじゃない、まあ、バシャーっていいのしそうですもんね、ムキムキだったら、うん、っていうことなのかな。腕組みポーズはダメ、ね、腕組みポーズしたらダメですかね。腕組みは多分ダメだと思う。ちょっとラーメン屋に寄っちゃってる。ラーメン屋さんになっちゃうから。寄っちゃってるか。爽やかな感じでお願いします。そうですね、え、やっぱ何よりも笑顔とかね。そうです。その自分が存在感薄めたいみたいにおっしゃってますけど、え、やっぱりさっき向川さんがおっしゃったみたいに家族とかね、そうそうそう、それに見せる前提みたいな。みんな喜びますから。やったらいい。友達も喜びますから。友達に見せるの恥ずかしくないですか。友達は勝手に見るじゃないですか。お前乗ってたねって気分ありそうになるから。あ、その時ね、恥ずかしくない写真撮られてる。そうそう、それがいいと思います。はい、なんで素敵な笑顔で写ってください。それもまたあなたの幸せにつながりますように。ということで、すごいよかりんちゃんでは、かりんマッカートさんに応援してほしい人を大募集。タイトルに応援希望と書いて、どしどしメールをお送りください。よろしくお願いします。11回目総集編でした。いかがだったでしょうか。2024年も始まって早1週間、皆さんどのようにお過ごしですか。はい、私は元気いっぱいにこのお正月を過ごしているはず。はい、さて番組ではメールを募集しています。普通歌メール、カリンマッカートさんに応援してほしい方にメールが採用されるとステッカーをプレゼント。さらに番組冒頭の私への一問一答、私に歌ってほしいカラオケリクエスト、身につけろすごいことでチャレンジしてほしい企画も合わせて募集しております。メールアドレスはこちらです。カリンアットマークセカンドショット .jp。 そして番組の X フォローお願いします。フォロワー数100ごとにレベルアップ。現在確定しているおいしいことはレベル280で2週連続ゲスト調整となっております。みんなの力でレベルアップさせてください。はい、お知らせです。1月28日セカンドショットフェスガールズメンバーズ202401に出演します。こちらはチケット一般販売中です。すごいよかりんちゃん番組グッズがセカンドショット通販で販売中です。高橋かりんオフィシャルファンアプリかりんのパレットは会員募集中です。ということで今回はここまでです。お相手は高橋かりんでした。バイバーイ。